行接近、攻撃圏内、迎撃態勢、戦闘情報処理開始。飛んでるな、大きいぞ、爆撃機か。尾形、あれ見て、見覚えない？ほら、怪獣の死骸んとこで見た宇宙計画の似合ったな。だよね、騎兵のコンピューターに情報ないの？あの三葉虫みたいなやつ、司令船のデータで見た。待って、テラキャリア、資源運搬のための輸送機だってさ。何運んでんだ？まさかジャガイモとかじゃねえだろう。大気圏突入も可能な船体で、反発磁気で覆われてるそうだ。磁気？それってもしかして攻撃も弾いちゃうとか？中身は何かわからない、だが嫌でも運んでくる気だぞ。きっとろくなもんじゃねえ、来る前にやっちまえ。
どうしたものか。22番機移動開始する。よっしゃ、足手まといは嫌だね。どうすりゃいい。20番機どう攻める。動くぞ。これでどうだ。どうしよう。どうしたら。機体の状態は防御モードに移行。もちろんこれでどうだ。ユキちゃんにいいとこ見せないと。俺の番だな。11番機防御。どうしたものか。22番機移動開始する。俺ならやれる。そこだ。よし、気を緩めるな。いいタイミングだ。今日着いたか。テラキャリア D 信号消滅確認。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。迎撃態勢、戦闘情報処理開始。岸山君、移送プラズマ EMP だ。飛行する D は制御を失い落ちる。囲まれているなら狙い目だ。分かっている。分かってはいるが、待ちが。次の一手は油断するな。迷っている暇はない。どう攻める。
また書く。なんとかなるわよね。戦えるぜ。騎兵起動。
私が戻ったからには大船に乗ったつもりでいる。すぐ戻るよ、後を頼む。仕方がない、ミユキちゃん急ごう。みんな無事か。おや、ふわ、どうも頭が回らないな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。あんな可愛い子が二学校のやつらを病院送りにしたなんて、今までにないタイプだ。とんでもなくまぶい。正直惚れたぜ。稲葉みゆき、あのアイドルの名だ。まあ信じないよな。俺さ、テレビの中のアイドルと話しててさ、ダメだこりゃ。誰が聞いても頭がおかしいやつだ。俺のバイクは敷島の GRD250 だ。今日寝坊したんでバイクで来ちまった。学校側にバレないよう商店街の外れに止めてある。黒部くんいないな。夢の話しようって言ってたのに、渡り廊下の方に行ったのかもな。あの子は黒部くんと同じ B 組の女子。タイプでもないのに妙に気になるんだよな。夢のせいか。ほら行くよ。ユキちゃんは A 組のはずだけど、いない。
クラベ君待ってるかもな。行ってみるか。三浦君じゃないか。網口君。まだ家出中？もう帰っても仕方がないんだ。立ち入っては聞かないけど、事情が複雑そうだな。まあ困ってるなら遠慮せずまた俺ん家に来いよ。その説は大変世話になった。今はゆかりのあるお宅にご厄介になっている。そうか、そりゃよかったじゃないか。ところでなんだこれ。いや、これは焼くとき忘れるしちゃ喋った。わ、ラジコン？すごいな。あれ君の？いや、なんだろう、デジャブ。あ、そうか、あんなの夢で見たんだ。そうだ、三浦君も出てきた。もしかして三浦君未来人？未来から家出してきてたりして。夢の舞台はいつも未来なんだが、夢の中の登場人物は知り合いばかりだ。やっぱただの夢で予知夢なんかじゃないのかな。未来に起こることにしては非現実すぎるもんな。あの夢だって。さっきのドローンも怪獣のものだろうか。見つかってなければいいが。キサラギさん、1階のケーキ屋さん、洋梨のタルトがすごく美味しかったんだ。私の住んでたマンションこんなになっちゃったけど大丈夫？ごめん、だいぶ落ち着いた。もう気持ち切り替えないと。一日泣いてたからひどい鼻声。鼻声でもいいよ、その配信あったら見逃せないな。バカね。国道に出てみよう。救助のヘリが来てるかも。飛んでるのって変な虫みたいなのばかりじゃない？助けは期待できない。ネットだって更新が一切ないのよ。多分世界中が同じ状況なのよ。あいつらにみんな消された。町の人が一瞬で消えるのこの目で見たもの。パパもママも多分。そこが不可解なんだ。あいつらが異星人かはわからないけど、光線すら当てずに突然人間を消滅させられる。
そんな科学力があるくせに、わざわざ退去してきて町のあちこちに穴を掘った後は特に暴れるでもなくただいるだけ。まるで何かを待ってるようだ。僕たちだけが生き残ったのも何か理由があるのかも。こんな状況だってのに、いつもと変わらない冷静なんだね。そんなことないよ。十分焦って。危ない。大丈夫。ほら、向こうのビルが崩れただけだよ。奴らじゃない。うん。何？中学までさ、メガネの真面目キャラだったじゃない。なんで急にイメチェンしたのかなって。ああそれね、配信で言ってたろ、こういう男らしいのが君のタイプだって。ぶってたの。格好だけじゃダメかな。こんな時に冗談はやめて。あんたそれなりにモテてたじゃん。なんで私なんか。コメント書いてたフェイトって、実は僕なんだ。あのハンドルネームの人。隠してたわけじゃないんだ。その人がずっと歌うことを応援してくれたから、私本格的に歌い始めたんだよ。君の歌は本当に素敵だよ。私だってあんたのこと。君たち、よかった。他にも生き残りがいたんだ。君たちを助けに来たんだ。森村さん、こっちにいました。私は三浦慶太郎。君たちは。キサラギトミです。僕は。確かにドローンが見つけた二人ね。それで、あなたは。僕は伊田哲也です。はい。よし。ふわ、どうも頭が回らないな。おかしな夢の。夢の中で俺は伊田哲也と名乗っていた。姿は俺でも名前は違う。キサラギは夢の中では、二人は滅亡の危機にある世界で必死に生きている。彼女たちは恋人同士なんだろうか。
多分ずっと未来、研究所みたいな場所の夢だ。出てきたのは如月富、あの子だ。黒部くんいないな。夢の話しようって言ってたのに、渡り廊下の方に行ったのかもな。痛った。君は確かめるか。調子に乗んなバカ。いや、やっぱ夢とは違ってお腹がちゃんとお肉だと思って。なんだと？私のどこが太ってるっていうのよ。この子が体半分で釣られてるなんて、やっぱ悪趣味な夢だよな。クラベ君ならスプラッター映画の見過ぎって言いそうだ。はあ、何なのよ、まったく。わけわかんない。ゆきちゃんは A 組のはずだけど、いない。クラベ君待ってるかもな。行ってみるか。冬坂、君だけ？網口くん。クラベくん来てないんだ。気になる夢見ちゃって相談したくて。網口くんも？相変わらずおかしな夢ばかりさ。ロボットの夢？いや、ロボットといえばロボットなんだけど。
どんなロボット？ロボットといってもドロイドって言って人間そっくりなんだ。そのドロイドの研究所みたいなところにいて。そこ知ってる。夢の中で私もそこにいたよ。四季島で6番目に大きな地下研究施設って言ってた。あれって地下なの？そこにはウサミちゃんがいて。キサラギトミ、そう、そうなんだ、同じだ。あれは私はこれでいいはずだ。記憶データ準備できました。ありがとう、玉尾さん。君が手伝ってくれて本当に助かってる。心配しないで、伊田君。私の時と同じように成功するわ。始めよう。蘇生開始。模擬人格と記憶を同期できました。戻ってきてくれトミー。僕がわかるか。伊田君、伊田君のお兄さん、兄弟いたっけ？君なんだな。なんだか大人になってる。時間が経ったのは許してくれ。地下の技術を使っても8年かかったんだ。あれ、体が動かない。彼女は自分の状況を理解できていないわ。パニックを避けるために感情を抑制します。どうなってるの？落ち着いて聞いてくれ。セクターゼロに保存された君のデータからなんとか記憶部分を解析してドロイドのボディに移したんだ。私は人間じゃないの。私、玉尾さん、もう少し抑えてくれ。如月さん、今のあなたは記憶データをもとに富として行動するよう作られた。私と同じ AI なの。君は君だ。
私が直接眺めてみます。接続してください。頼む。騎兵に問題よ、伊田君。完成してるはずの騎兵が反応しない。騎兵は D シリーズと同じシステムだから D コードの制御が効いてるんだわ。制御に割り込むには適合者の誰かが直接アクセスし続けるしかない。どうしたの？いや、そっちでも問題？本当か？トミ、元の私はどうなったの？君は正直に教えて。重郎に殺されたのよ。他の子と一緒にね。重郎は私が始末した。ちくしょう。またあの夢か。今何時だ。目が覚めちまったな。夢の中で俺は伊達、夢の舞台はいつも冬坂も同じ夢のシーンを見てる。俺の視点は伊達哲也だが、冬坂の視点は、そういえば夢の中の森村先生は雰囲気が冬坂に似ていたな。今日は出てこないのか？話しかけるなって。
おかしいよな。そんなことないよ。嬉しいわ。出たな。一体何なんだ。その様子だとまだ時間がかかるみたいね。本物の稲葉美雪なのか、それとも彼女に化けた偽物。稲葉美雪は世界に私一人でも、化けてるっていうのはそうなのかな。アイドルなんて虚構の存在でしょ。これ普通のテレビだぜ。テレビ電話でもないのに会話できるなんておかしいだろう。テレビが受信機で、送信は君自身。連絡する方法がこれしかなくて、ユニバーサルコントロールにアクセスを拒否されたから、放送コンテンツの一部から侵入してるの。わかんないけど、要するに電波ジャックして俺と会話してる？そうとも言えるかな。なんで俺に。私、君だけを見つけられるの。君の ID の位置情報だけはね。それに君が頼れる人なのを知っているから。時間がかかるって言ったな。それってどういう意味？君が理解すること。何を？現状をよ。いけない、探査されてる。アクセスを一旦切るわ。あっ。